みです。ネイラです。ソニエです。ピンクラテ TB 始まるよ。ということで今回はコンビニで秋のスイーツを買ってみました。めっちゃ美味しそうです。今から食べて皆さんに紹介していきたいと思います。それではどうぞ。はい、では誰から。アリアから。はい、これですね。クリーミーさつまいもオレ。めっちゃ美味しそうです。ね、美味しそう。なんかこの中めっちゃさつまいもばっかり、でもさつまいもオレ初めてなので楽しみ。焼き芋ペースト塩。これは紅はるかのバームクーヘン。味噌になってるらしくて味が違うのかな。すごい美味しそうです。これは紅はるかのスコーンです。さつまいもがゴロゴロ入ってて、すごい、すごい美味しそう。スコーンが大好きなので気になります。アリア、今日これ朝食べたんですよ。これセブンで買ったんですけど、とろ生かぼちゃプリン。これです。美味しそう。めっちゃ美味しかった。めっちゃかぼちゃ。かぼちゃ大好き。めっちゃかぼちゃ。めっちゃかぼちゃ。めっちゃ甘くて美味しかったです。紅はるかの焼き餅クリーム入りです。おー。え、うん、餅じゃない？餅ってこと？餅の中に焼き芋？あー。あー、で、クリーム入り。すごい美味しそう。すごい。もちもちしてそうですね。もちだからね。おすすめって書いてあるので、おすすめらしいです。もっちり焼き芋シューです。でかっ。でかい。シュークリームそれ1個だね。どう？でかい。これもおすすめって書いてある。スイーツですね。これは紅あずまの優しい甘み、おさつです。おさつ。しかもなんかこれなんか食べやすいみたいな、なんか開け方が可愛い。ね、美味しそう。でなんかこういうのって食べやすいからバクバクいっちゃう気がする。バクバクいっちゃう気がする。紅はるかのドーナツです。美味しそう。紅はるかシリーズ。めっちゃ美味しそうです。ね、おにゅう、おにゅう美味しいです。おにゅう、おにゅうは美味しいよ。なんか秋はさつまいもが多いね。多いね。ほぼほぼさつまいもです。本当だよ。焼き芋もなかアイス。溶けちゃう。溶けちゃう。焼き芋なのにアイスっていう、なんか新鮮な。ミソアイスすごい甘そう。あ、もう甘そう。甘そう。これも紅はるか仕様だそうです。うん、ね、ちょっと気になる。紅はるか人気だね。ね、これはトッポですね。さつまいも、焼き芋、さつまりこ。さつまりこ、誰かの名前みたいな。さつまりこ、さつまりこ。確かに焼き芋チョコだって。チョコ、あ、そっか、トッポってチョコだもん。あ、そっか。焼き芋味のチョコです。中に入ってます。美味しそう。トッポ美味しいからね。トッポ美味しい。はい、では最後は、全く秋と関係なく なくないんですけど、こちらですね。シェアして食べるプチシューで、みんな大好きプチシューです。年中無休。いつでも美味しいプチシューでございます。これはみんなでシェアして食べます。以上ですね。で、みんな気になったのありました？ありました。じゃあこの中から自分で一番気になったのちょっと食べましょう。食べました。せーのーせあー、みんな1個目に紹介しますけど、ね、で、このさつまいもは絶対美味しい。うん、美味しそう。素材とミルクのハーモニーって書いてある本当に書いてるんですよ。絶対美味しい。私は紅はるかのバームクーヘンです。ね、紅はるかシリーズだね。うん。あ、確かに。私はスコーン。実食していいですか？うん。では、いただきます。めっちゃ甘い。うん。甘い。え、めっちゃ甘いんだけど。甘すぎる。甘すぎる。なんか甘すぎて、お水と飲んでくださいって感じですね。飲み物飲み。え、多分そっちの方が甘くない気がする。なんかね、
バームクーヘンと芋みたいな。いいなぁ。おぉ、でもスコーンはすごいちょうどいい甘さ。ちょうどいい甘さ。ちょうどいい。なんか、さつまいもっていうよりかは紅みたいな。紅いいね、スコーン美味しそう。めっちゃ美味しい。うん、柔らかいです、めっちゃ。え、バームクーヘンだしね。それはそう。でもなんか、これは飲みやすさは飲みやすいんですけど、甘さがちょっとサラサラしてるから飲めるんですけど、とてもとても甘いんです。甘いんです。甘いんですよ、これ。スコーンってさ、どんなの？なんか、さつまいも自体も入ってるから一緒に食べると。え、そのスコーンもさつまいもの味？さつまいも、なんかもうさつまいもってなんか、ドンって。さつまいもからのさつまいも。そうそうそう。スコーンって食感どんなの？あれ、食べたことないかも。あるのかな、覚えてない。なんか柔らかいクッキーみたいな。柔らかいクッキー、そうなんだ。なんかホロホロす、わかんない。あー、ホロホロする。うん、ホロホロする。食べてみたい、あとで買おう。はい、ということで、これってね、いっぱいありますけど、どうでしたか？まあね、この3つ以外は後から家でね、帰ってね、食べるので、うん、大丈夫です。美味しくいただきます。美味しくいただきます。なんか新作ばっかりだから、うん、コンビニに行った時に皆さんちょっとチェックしてみてください。私たちのおすすめもね、買ってみてね。買ってみてね。買ってみてね。もしこの動画がいいと思ったら、高評価、チャンネル登録、通知オン、よろしくお願いします。バイバーイ。